本日の気合い、マイクホールドってめちゃくちゃ大事だよな。東京リベンジャーズ相棒レディオ。皆さんこんばんは。テレビアニメ東京リベンジャーズ花垣武道役新勇気です。皆さんこんばんは。松野千冬役狩野翔です。東京リベンジャーズ相棒レディオ。よい。この番組は東京リベンジャーズの魅力を、相棒である我々二人が、余すところなくお伝えしていく番組。それな。です。そうノリが全然違う。それな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 。そうなんですよ。いやもうどうですか。どうですか。世間はハロウィーン。ハロウィーンですよ。すごいですよ、ね、今日もしんくんも見事な仮装をしてね。そう、すごいでしょこの仮装。なんだと思いますこれ。それはおまんじゅう。おまんじゅう。誰がおまんじゅうだよ。まあそんな話は置いといて、今週もこのお二人がゲストで来てくれております。皆さんこんばんは。サロマンジュラ役林優です。皆さんこんばんは。竜宮寺剣役福西正也です。嬉しい。びっくりした。なんで急に棒読み。びっくりした。知らしいわ。嬉しいわ。ちなみにお二方で先週はいかがでしたか。先週ですか。先週はいやめちゃくちゃ楽しかったです本当に。はい、二人は仮装好きですか。まあ仮装も大好きだし、でもなんかね、今週になってからなんか福西くんの隣に饅頭があるから。おいこら。誰が饅頭じゃん。誰が饅頭じゃん。怒りますよ。そうですよ。あ、そっか。まんじゅうじゃないですよ。あ、そっか。知らなかったか。そして今週の本日の気合ですが、ゲストの福西君が担当しました。はい。ホールド？マイクホールドっすよ。マイクホールド。マイクホールドね。技ですか。これ？あ、そう、マイクのライブの時に、いかにどんなに動いても踊っても口元からマイクを離さないかっていうことをマイクホールドっていうんですけど。あ、なるほど。そうなの。俺ライブ経験長いけど初めて知った。あ、そうなんですか。ユウさんにはだけは通じてるんだと思って。全然知らなかった。マイクホールドっていうんです。だからユウさんはやっぱマイクホールド技術が高いんですよ。そうなんすか。アーティストさんは皆さん。そうなんだ。私はあまりライブ経験が豊富ではないので、それこそ2月に行われるダチライブでは、どんなにいい声でどんなにいいメロディーで歌っても、マイクが口から離れちゃったら届かないわけじゃないですか。そうだね。だからいかにこの自分の口元から離さないかっていうのが大事だなっていうのを今回気合で宣言しました。これじゃあ みんなそうですね。気をつけていかないと。2月のライブもそこら辺も大注目で、よろしくお願いします。ということで始めてまいりましょう。東京リベンジャーズ相棒レディオ、よろしく。この番組はアニメ東京リベンジャーズ制作委員会の提供でお送りします。東京リベンジャーズ相棒ラジオ。東京リベンジャーズ相棒ラジオ82回目ということで、先週に引き続きゲストはマイキー役の林優さんとドラケン役の福西正也くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ついにテレビアニメ東京リベンジャーズデュエット EP01 が10月23日にリリースされました。やった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 。聞きまくってるよ。よかったね。演歌歌手出てきちゃった。皆さんゲットしてくれましたかね。しましたよって声が聞こえてくるようですけども、嬉しいですね。先週は、花垣武道&佐野万次郎のラッシングストーリーと、佐野万次郎&竜宮寺剣のレベルエラの話をしましたね。今日はここでそう、竜宮寺剣&三津谷隆のスクランブルデイズは、福西くんと松岡義嗣さんが歌っています。こちらの曲の印象を歌ってみての感想など聞かせてほしいです。めっちゃ楽しかったんですよ。楽しかった。なんかとにかく笑顔を大事にして歌おうっていう、なんていうかちょっと力が抜けた曲なんですよね。このデュエット EP の中でも、こうちょっと跳ねたリズムで、そんなにテンポも速くなくて、ちょっとなんていうか日常というか、
遊びに行くみたいな、うん、遊びに行くかみたいな曲なんで、ずっと笑みを絶やさず歌ってた記憶がありますね。なんかでもじゃあね、7曲入ってるんだっけ今回。はい、ね、7曲入ってる中でゴリゴリロックサウンド以外にもいろんな曲が入ってるところだね、やっぱね。そうですね、バランス取れてるところなんだね、うん、そうですよね。なんか東京リベンジャーズってやっぱヤンキーものだからさ、うんうん、激しい曲がすごい多いのかなって思いきや、うんはい、やっぱいろんな角度からなんか攻めてる曲が多いから、うんうんうん、そう、本当にかっこいい曲とエモーショナルな曲が多い、ね、もうだって、うん、もうだって、うん、もう、うん、メッセングハーフですよ、狩野さん。ありがとう、狩野さん、マジさんとのね、水中さん聞いてますか、水中くん、めっちゃ良かったです。聞いてるよ。あ、聞いてた、聞いてたな。この前ね、本人にも言ったんですけど、うん、実は、うん、あんなんで、うん、もうめっちゃ良かった、マジさんとチフユの。Okay、マジで泣いた、リアルで。あれ、あ、そっか、もう発売してるから言っていいか、俺歌いながら泣いちゃってたもん。ああ、そうなんだ。そうなんですか、フレーズがあるんですよ、はい、多分そこは結構何回もこだわって撮らせてもらった部分があって、まあちょっとそこは多分、まあ、多分ここだろうなって皆さん分かってると思います、はい、でしょうけれども、はい、まあ、ちょっとそこも探ってもらいたいなとは。多分聞いた皆さんドバドバだったんじゃないかなと、共感していただけるんじゃないかと思いますね。なんかファンの気持ちが分かってるっていうかね。そうです、ね、それ欲しかったっていうのが、なんかもらえるわけでしょ、もしかしたら、ね、あの7曲丸ごともらいまくりでございます。まあそういうことでね、あの来年2月2日、うん、はい、迫り来るパシフィコ横浜でのダッチライブがありますから、うん、もうめちゃくちゃ楽しみですね、はい、素敵なものをお届けできるように、そうです、ね、頑張りましょう。頑張ります、マイクホールドしてしっかり、はい、と思いますよ。はい、はい、じゃあここでお便りを紹介していきます。お願いします。一番タイ、こまめさんからいただきました。ありがとう、ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。東京リベンジャーズデュエット EP01 のリリースおめでとうございます。ありがとうございます。デュエットという形で通り部の世界が楽しめるのとても新鮮ですね、うん、林優さんと福西雅也さんの質問なのです、うん、はいはいはい、通り部すべてのキャラの中から新たにデュエットをするとしたら誰とどんなジャンルの曲、演歌やジャズなどなどなどを歌ってみたいですか。タイトル付きでお願いします。タイトル付き、オリジナル、なかなかな、なかなかな要求で、2月に開催されるダッチライブ必ず行きます。今からすごく楽しみですということでございます。なるほど、タイトル、ジャンルとか、どういうことよ。あ、私、うん、思いついたかも。誰誰、やっぱり、うん、あのドラケンといえばエマちゃんじゃないですか。ああ、なるほどね。それにやられたらもうね、やっぱりちょっとね、いわゆる歌謡曲というか、なんかちょっとここにいるよ的な。ああ、そのあのえんなんか愛が生まれた日。スナックとかで歌われてそうなやつがあったらちょっと面白いんじゃねえかと思って、私も歌いたいなって思って、男と女とみたいな。そう俺その流れで言ったら、はい、でもやっぱマイキーといえばやっぱりイザナじゃないですか。あ、そうですね、それはね、やっぱそこはちょっと外せないなっていうところで、はい、タイトルが、はい、兄弟で演歌、うん、ダブルで、いいですね、うん、聞いてみたいな。かなり血のつながりなど関係ないさ。ありがとうございます。相棒レディオでは皆さんからのお便りをお待ちしております。東京リベンジャーズに関することやアニメやラジオの感想、他に何でも構いません。曲のリクエストも送ってきてください。ここで一曲、福西くん曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。10月23日にリリースとなりましたテレビアニメ東京リベンジャーズデュエット EP01 より、竜宮事件&三谷隆 CV 福西雅也&松岡義継でスクランブルデイズ。瞳が輝く
雑なこの街で刻んできた足跡、いつだって騒がしい俺らのマイホーム巡り会って This football 始まれば背中を追って今と過去縫い合わせた Boy Club 分け合ったクラフティ消えはしないあの日交差した気ならにさ歩いて帰ろうマイホーム同じ道進むべそよ風と衝動に運ばれスクランブルデイズ。お送りしたのは竜宮司健&三ツ矢隆でスクランブルデイズでした。東京リベンジャーズ さて、ここからは4人でこのコーナーをやっていきましょう。背中は俺が守ってやろう。千冬がバルハラとの交渉の時にタケミッチに言ったセリフ、背中は俺が守ってやるにちなんで、このコーナーではリスナーの皆さんから千冬に守ってもらいたいことを募集。千冬役の私狩野がアドバイスをして、皆さんが感動して号泣するくらい守ってやろうといったコーナーでございます。素敵なコーナーですよ。すごい大きく出ましたね、これ、もう大得意なやつでございます。もうすごいですから、背中守りまくりですから。いいす、素晴らしいですね。そのやっぱりこのコーナーがバズってるんですから、一番そうだったんだ。それは知らなかった。タイマンじゃないんだ。タイマンもね、こうタイマンが人気ないみたいに。今ダメじゃん、なんか追いついて、すごい一番頑張ってるのが人気ないみたいな。そんなことない。タイマンも追いついてきてますよ。追いついてきてる、追いついてきてますよ。まあこのコーナーでですね、今回ちょっとやり方を変えます。はい、はい、まずは、うん、しんくん、はい、ゆうさん、福西くんに、はい、リスナーの皆さんの背中の守り方を発表していただきます。なるほど。お母さんじゃないの。そうなんです。今回私は、うん、もうやっぱもう審査員としてね、やっぱもうマスターオブ背中守り。電動入れちゃった。そうなんです。そうか、しました。なるほど ね回転か、ね、で3人の中で一番良かった守り方を私狩野が判定をいたします。とすいません、うん、なんかちょっと生意気なポジションで3人のいい守り方ちょっと聞かせてくださいよ、うん、リスンミリスンミ上から、そして一番良かった守り方を決めた後に、あ、私狩野が、うん、それを超える守り方を発表する。やっぱり最後には千冬狩野さんの守り方をね、まあ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 、その全てを超える守り方を発表していただかないと。まあ結局俺がナンバーワンだということを分からせてやろうって。そうそうそう、見せつけちゃってくださいよ。だいぶいいぜいいぜ。やりましょうやりましょう。やってみましょう。ちょっとお題紹介しちゃいますよ。お願いしますよ。東京卍会一番隊副隊長みなさんからいただきました。みなちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、私は今守ってほしいものがあります。うん、それはなんだ？何？肩こりです。肩こりね。守れる守れる。来年の国家試験に向けて毎日勉強する日々を送っているのですが、ペンを握るときにどうしても肩に力が入ってしまい、すぐに肩が凝ってしまいます。数時間集中して勉強をしたいのですが、数十分しか集中できず、思うように勉強ができません。どうかこの辛い肩こりをから私を守ってほしいです。よろしくお願いします。わかりました。なるほどね。まあまあね、日本人ならよくありがちな悩みをね。肩こりってね、日本人がやっぱ多いらしい。外国の方はそんなにならないって感じたことがないと思うんですよね。そうなんだ。俺それ答えちょっと使おうと思っちゃったんだけど。あ、じゃあそれを超えるのをお願いしますね。もうそれがよぎってます。そうですか。じゃあ僕からこういう答え回答しますね。じゃあシンさん、あなたの守り方を見せてごらんなさい。はい、みなさんですね、はい、皆さんの背中守ってあげてくれよ。某ガキ大将の某メガネっ子を一発かますときにする前にする運動あるじゃないですか。腕をブンブン回してください。もう肩甲骨のあたりからブンブン回してください。あら不思議、肩こり治ってますよ。これが俺の守り方だ。マッサージというかね、ストレッチをちゃんとするっていうことですね。素敵なストレッチですよ。普段実践されてるんですか。してません。これはもう予想の上で、うん、それをやれば治る。それをやれば治る。治りますから。じゃあちょっと私それ一
ちょっとそれ反論したいかも。お反論おお、じゃあその反論も含め、いいじゃないですか。君の守り方を発表してください。皆さんの背中守ってあげてくれよ。チャンチャンチャラチャ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 ンチャンチャラチャ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 キーン。あー確かにやってる。やってんの？いや、イベントの時とか一人でポチッと見たことない俺。楽屋で音流しつつ、あ、すいませんラジオ体操させてもらいます言うて、うんうん、あの私の方はガチで実践してる内容を、うん、あの皆さんにお伝えしたということで、それは大事と説得力あるんじゃないかなということで、なるほどなるほど、やらせていただきました。私が全部包み込みましょう。じゃ あ、ね、お願いします。ゆうさん、そうちゃん、うん、皆さんの背中守ってあげてくれよ。ラジオ体操なんて古い古い。誰？今はヨガの時代ですよ。ヨガ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 。あと腕回す、はい、そんなんで肩こりが治るわけがない。あ、そうか。そうそうそう、そもそもさっき言いましたけれども、はい、あの肩こりを気にするっていうのは日本人特有のものなんですよね。なるほどね、はい、だから、はい、あえてリラックスするために海外旅行に行ってみてはどうでしょうか。そして海外旅行に行って異国の雰囲気を味わえば、ちょっと日本人でいう気持ちを忘れるかもしれない、うん、そしたらあら不思議、日本人特有かと思っていた肩こりが治っている。そんなことに気づきませんか。なのでヨガの本場であるインドに旅行に行くっていうのが忘れ方じゃい。忘れ方、まあ、セラの痛みのね、肩こりを忘れ方、何ユウさんが喋ってる時ずっと鼻で笑ってます。鼻で笑ってないよ。お前鼻で笑ってないですよ。鼻で笑うな。鼻で笑ってないですよ。普通に笑ってくれ。普通に音を入れないようにして。小馬鹿にしとるやないか。してません、してません、してません。ちょっとうさんくさいなと思っただけで。そうですね。やたらミックスボイスが。なんでなんですか。さあ、なるほどね。国家試験がね、こうね、あるっていうところですかね。ああ、まあまあまあ、でもこれはちょっともう私のガチの。はい。行きましょう。先にこう発表してくれます、ええ、あ、先にじゃあ俺らの3人の中の順位、ね、一旦良ければ、はい、一番よ、あ、そうですね、誰が一番良かったか、それじゃあ判定しましょう。お願いします。一番良かった背中の守り方はゆうさんです。よっと。そうですね、すごい、よっと。鼻で笑われたけど。いや、鼻笑ってないかった。なぜなら、はい、僕が言おうと思ってた想定と全く似てたからです。審査員の小上じゃん。すごい、なんか今日なんかね似てたからです。通じ合ってたんですね。通じ合ってるんですね。なるほど。でもどれもいいですかね、やっぱ肩のマッサージとかね、はい、気軽にできるのはね、気軽順だったかもしれない、うん、ですね。ではですよ、ということで以上ですかね、うん、違います、違います、以上じゃありませんよ、うん、さあこれを超える背中の守り方、模範解答中の模範解答を狩野さんにしていただきたいと思います。お願いします。やっぱりね、俺らの姿見てくれてると思うんだ、うん、喧嘩ばっかりだよ。喧嘩ばかりだ、喧嘩ばっかりだから、うん、そんな生活送ってっから筋トレを欠かさねえんだよ。なるほど。筋トレっていいんだよな、うん、血流が上がるから、うん、それで肩こりってのがだいぶ和らぐんだよな。血が流れることによってな、うん、そうかそうか、そう、これ不思議だぜ、不思議だぜ、これやってほしい、不思議だぜ、不思議だぜ、これは、うん、だぜだぜ、だからこれみんながこう、うん、なんかこうなよどうのこうのなんか言ってたけれども、このね、それ肩が痛くなってから始めて、違う違う違う、あ、違う、肩こりにならない体を作る、お、そのための筋トレの指導を俺がしてやるよ、これが俺の守り方だ、はい、シャキーン。自分で言うな。狩野くんも審査員やめてください。いや、僕はいいと思いました。いい答えだけど、やっぱなんか言い方ですかね。突き抜けてはなかったかな。確かにそうですね。先生みたいな立ち位置としては弱かったような。
そうです。やっぱり、うん、なぜ人は肩こりになるのか、ここをやっぱ考えないといけないな。なるほど、なるほどね。地球には何がありますか。重力。そう、その通り、うん、みんなで宇宙に行こう。これが俺の守り方だ。突き抜けた。ブンブン出ました。突き抜けたわ。突き抜けた。突き抜けた。ある意味清掃系、清掃系突き抜けた。突き抜けましたね。はい、ということで今回はここまでです。このコーナーではリスナーの皆さんから、みんな我々に守ってほしいことをお待ちしております。以上、背中は俺が守ってやるでした。東京リベンジャーズ相棒レディオ。お送りしてきました東京リベンジャーズ相棒レディオ、エンディングのお時間です。ここでお知らせです。まずはテレビアニメ東京リベンジャーズの続編制作が決定しております。新キービジュアルと PV も公開され、公式 YouTube でも公開しておりますので、ぜひチェックしてください。続きまして音楽情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズデュエット EP01 が現在発売中です。キャラクターがペアで歌唱したイメージソングが収録されています。書き下ろしアニメイラスト仕様のジャケット写真と法人特典の絵柄も公開されておりますので、公式サイトをご確認ください。そして YouTube では視聴動画も公開中です。合わせてチェックしてください。続きましてイベント情報です。アニメ放送5周年を記念した5周年記念プロジェクトの第1弾として、2025年2月2日日曜日、パシフィコ横浜にてイメージソングライブダチライブが開催となります。現在発売中のテレビアニメ東京リベンジャーズデュエット EP01 に優先申し込み券が封入されます。詳細は公式サイト X をご確認ください。さらに新企画として童話リベンジャーズ、略して童リベが始まります。東京リベンジャーズ版の童話をミニアニメ化する企画となり、第1弾は桃太郎を公開予定。今後どんなお話が発表されていくのか、乞うご期待。続いて原作情報です。東京リベンジャーズは最終巻となる第31巻まで発売中です。さらに本編をフルカラー化した極彩色東京リベンジャーズブリリアントフルカラーエディションも最終31巻まで発売中です。どちらもチェックしてください。続いて SNS 情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズの公式 TikTok が開設されています。ここでしか見られない動画など公開していきますので、フォローお願いします。さらに漫画東京リベンジャーズの大規模展覧会、書き下ろし身体検定最後の世界戦が札幌で開催中です。大丸札幌店7階ホールにて11月4日までとなります。詳細は公式サイトや X 公式アカウントをぜひご確認ください。続きましてコラボ情報です。お台場にあります完全没入体験テーマパークイマーシブフォート東京にて、脱出型イマーシブシアター東京リベンジャーズイマーシブエスケープがスタートしております。詳細は施設公式ホームページをチェックしてください。続いてラスリベ情報です。今年リリース予定の東京リベンジャーズラストミッション、通称ラスリベは現在事前登録を受付中です。本作は 3D アクション RPG としては初となるゲームで、2005年当時の渋谷の街並みや 3D で忠実に再現されたキャラクターたち、原作をたどるメインストーリーをはじめとした展開を予定し、それらのストーリーに命を宿す豪華声優陣によるキャラクターボイスは必聴です。近日中に SNS で発表が行われる予定とのことで、今後の展開をお楽しみに。ということで、ご紹介したすべての情報の詳細は公式サイトまたは公式 X などをご確認ください。そして相棒レディオですが、超 A&G プラスでは毎週日曜日26時より放送中です。さらに YouTube のテレビアニメ東京リベンジャーズチャンネルでも毎週月曜日19時より配信中です。しかもテレビアニメ東京リベンジャーズチャンネルの方では YouTube だけでしか聞けない限定パートも配信しています。チェックしてみてください。番組ではリスナーの皆さんからお便りをお待ちしています。東京リベンジャーズに関することやアニメの感想、我々へのメッセージ、そして番組コーナーまでお便りを送ってきてください。曲のリクエストもお待ちしています。お便りの宛先ですが、メールの場合東京-revengers@joqr.net、 東京-revengers@joqr.net、 おはがきの場合郵便番号 105-8002 文化放送東京リベンジャーズ相棒レディオ宛てまで。
というわけで2週にわたってマイキー役のユウさんとドラケン役の福西くんにゲストにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ねえ、ちょっとなんかあっという間でしたけれども、あっという間でしたね。賑やかでした ね、 今ね相棒レディオを聞いてくださってる方へメッセージをちょっといただいてもよろしいでしょうか。はい、ユウさんからいただいてもいいですか。はい、今回もご視聴ありがとうございました。まあ、来年ね、本当この7曲をね携えてね多分ライブをやると思うんですけれども、まあいろんな、まあ細かいことは言えませんけど、僕個人としては7曲で収まるライブってあまり聞いたことがないので、この曲以外にも何かしらの仕掛けがあったりとかがあって、何かしらね、何かしらの、何かしらのね仕掛けがあると俺はなんかね予感しています。なので7曲以外にも本当にねボリュームのあるね、トークイベントなんかもしれないしね、なんだかわかりませんよ、何かしら多分あると思うんで、それを楽しみにしていてくだされば嬉しく思う。あんま言わない方がいいんですね。すごいいいライブにします。もうね、そうですね、もう本当にデュエットとしてね、やっぱね、僕今すごくテンパっておりますけれども、そう、難しい、ドラケンのね福西くんと協力して、はい、シン君とも協力して、はい、そしてみんなと協力して、はい、最高のライブにしたいと思います。以上です。ありがとうございます。選挙のようめっちゃ私ブースの向こう見ちゃった。、うん、俺はその雰囲気を感じ取って、もうこれ以上言うのやめよう。いやいや楽しみですよ。そうですね、はい、よろしくお願いします、うん、はい、改めまして皆さん、2週にわたってレディを聞いていただきありがとうございます。ありがとう。いやもう私このデュエット EP が本当に大好きで、もう何度も何度も聞いてるんですけど、やっぱりね途中ミシンハーフのあのオタクとして大好きすぎて思わず途中興奮してしまったんですけども、改めて本当にあれが良すぎたので、嬉しいです。狩野さんにありがとうを伝えたいと思います。ありがとう。これもみんなの曲聴けて嬉しい。これからも引き続き相棒レディオお二人頑張ってください。ありがとうございます。私たちもねいつかまた来る時にまた楽しいレディオにしていきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございます。さあ福西君、改めてありがとうございました。ありがとうございます。というわけで東京リベンジャーズ相棒レディオはここまで。お相手は花垣武道役新勇気と、松野千冬役狩野翔と、佐野万次郎役林優と、竜宮寺健役福西正也でした。それじゃあお疲れ様でした。この番組はアニメ東京リベンジャーズ制作委員会の提供でお送りしました。東京リベンジャーズ相棒レディオ YouTube 限定パート。というわけでテレビアニメ東京リベンジャーズチャンネルのみで聞くことができる限定パート始まりました。改めまして花垣武道役新勇気です。松野千冬役狩野翔です。この限定パートでは相棒レディオの反省会をしたり、ここだけのコーナーお届けしております。そして今週もこのお二人がいます。佐野万次郎役林優です。竜宮寺健役福西正也です。2週連続ゲストにお越しいただきまして嬉しい。お疲れ様でした。ありがとうございました。改めて本当にあっという間でした ね、 ね、 ね、話し出したらちょっと止まらないというか、うん、コーナーも激アツでしたね。激アツでしたね。本当に背中守りましたね。ユニバースでしたね。したね、ユニバース、そうですね。成層圏も突破してね。成層圏突破しましたね。宇宙まで行っちゃうとは思わなかったですね。そうですね。やっぱあの時のやっぱ人間のひらめきって面白いですね。面白いですね。結構やっぱシン君とずっと2人でこのやってるもんだから、やっぱ新しい風が入ると、あ、その方向性もあったかと。刺激ありました。ありました、ありました。よかった。
このね、それぞれのコーナーのね、取り組み方ちょっと変わりそうだよね。そうですね。一個だけ気になったのがさ、はい、ラジオ体操を進めてる時だけすごいさ関西弁になったんだけど、はい、どこ出身だっけ？あの、まあ、関西出身なんですけど。あ、そっか。なんか急に降りてきました。なるほど。たまに降りてくるよね。あ、そういうことね。はいはいはい。不思議ですね、うん、このレディオの魔力かもしれない。このレディオの魔力より素を引き出せたということだ。確かに。あ、そうですね。やっぱしんくんのこのパーソナリティ力じゃないの。え、嘘、うん、カリノさんのパーソナリティ力じゃないの。それな。はい、次と。ということで、ということで、それでは今夜もですね、ゆうさんと福西くんと一緒に限定パートのみのコーナーやっていきましょう。はい、俺たちは相棒だ。竹道と地風といえば3、2、1、相棒。2人とも全然乗ってくる。乗らない。乗らない。乗らない。これみんなで言うやつだったのか。そこはもう空気を読んでみんなで言うやつ。じゃあ3、2、1もね、言うて邪魔しちゃいけないと思ってた。なるほどね。2人だけの空気をね、相棒だけの、まあ、そんな相棒ならばお互いが何を考えているのか分かって当然でございます。というわけでこのコーナーではレスナーの皆さんからお題をいただきまして、1人がそのお題に事前に回答、残りの人はどう答えたのかを予想し立てるコーナーとなっております。今回は福西くんの回答を僕たち3人で当てたい、それぞれ当てたいと思います。まあ私かケンプロダクションなんで、まあ、先週も言いましたけど、もうケンプロダクションですもんね。ちょっとまだ入って、あ、まだですか。恥じつかせてもらっていいですか。まだって言うまだって言うな。まだ、これからもね、ちょっと角が立つ感じ。そうそうそう、すいません、僕が振っといてあれですけど、恩義を感じてる。それが素敵なことでございます。ということで皆さんが当てていきたいと思います。今回のお題、なんだなんだ、東京卍會一番隊クロエさんからいただきました。ありがとうございます。休日にマニキュアを塗るとしたらどんな色を選びますか。おお、なるほどね。どんな色ですね。これはだいぶリアルにマニキュアしてるもんね。そうなんですよ。今現時点は小指が金、右手の小指金じゃないの、ね、これ黄緑です。ごめんごめんごめん、黄緑ね。もうダメだ。俺もうダメだ。あの赤とピンクと青と緑です。すごくないですか。すごいね、4色使ってる。すげーカラフルだな。これはなんでかっていうと、うん、まあ、後日の来たるイベントのためにな、ね、それを意識したアメリカに行くやつね。そうです。せっかくぼかしてぼかしたペロペロ言うから言っていいって言ったから。あ、そうですね、うん、ドラケンのピンクと、うん、あと、お二人がちょうど赤と緑だから、うん、キャラクターのおー、うん、それちょっとだけ、ちゃんと意味があるんだ。一つの指にこっそり混ぜている、っていう意味が。じゃあ一個だけヒントいいですか。あ、休日に、はい、今休日もらうとしたら何したいですか。あー、なるほどね。なるほどね。俺らは、はい、あのね、ネイルと並行してメイクもここ1年勉強中なんですけど、うん、まあ、仕事の日は、うん、時間がやっぱり限られてるので、うんうん、ちょっと工程を省いた簡易的なメイクになりがちなんですけど、うん、休日はいくらでも時間かけていいので思いっきりメイクをしていいですね。これがメイク、思いっきりメイクをする。何をしたいかって言ったらメイク、はい、なるほどなるほど。押して出かけるかな。なるほどね。それがヒントです。来ましたよ。まあ、おしゃれを難しすぎる。じゃあ僕からいきましょうかね。はいはい、僕の回答は、はい、虹色。おというのも、その、まあ、虹色もそれぞれやっぱりバッチリメイクもしたいってなった時に、色のやっぱ一色じゃ服にしは収まらないなと思いまして、虹のようなグラデーションというんですか、そんな感じでいろんな虹って何色、何色、7色、まあ、7色を使ってるんじゃないかなと。なるほどなるほどなるほど。でも俺も思った、虹は。虹思いました。カリノさんの回答は。でももう一択あったんですよ。ほほ、聞かせてくださいよ。やっぱりカリノの予想はこちらです。はい、黒。おお、モードですね。ちょっと考えましたね。おしゃれじゃない、黒の、うん、おしゃれ、まあ、ネイル。めっちゃしかもなんか前やってたような、はい、ね、やってたよね。時期もあります、ね、あ、じゃあ休日じゃなかったわそれね。いや、でも分かんない、休日も挟んでるかもしれない。挟んでる、休日分かんないですからそれはね。じゃあ俺はですね、はい、いやいや、何か虹色なんてね、はい、そんなんじゃ聞きませんよこの人は。なるほどですね。もう10本指があるでしょ、はい、もうほんと全色違う色。
あ10色と色1人と色1人と色ね、うん、なるほどね、人生いろいろですね、うん、だっておしゃれしたいってことでしょ、うん、もうメイク自体もおしゃれだから、うんうん、休日なんつったらもうすげえぞっていうね、なるほどね、アメリカに行くのもお出かけスタイルですけどね、確かに、ね、うん、全部色変えるとそれはまたちょっと統一感があるね、白黒黄色緑、うん、赤、白だけで200色以上あんねんで、アンミカやん、うん、アンミカさんな本当だ、申し訳ございません、すごいな、回答の癖がすごいな皆さんが私をどう思ってるかよく分かりました、黒虹色10色と色、そ、と色、うん、と色です、すごいっすね、答えお願いします、発表します、私が休日にやるネイルの色はパープルでございます、一色、はい、なんでなんでパープル、まあパープルにもいろいろございますので、はい、あ、またアミクさんみたいなパープルも黒寄りのパープルでしょ、そうそう、パープルも200、あ、そうですね、ピンク寄りのパープルもございますし、まあ、青寄りもありますし、うん、もう本黒よりもありますし、いろんなパープルを試したいと思ってるんですけど、うん、何がヒントだったかっていうと、うん、今日の私のメイクがややパープル寄りなんですよ、言われてみればアイシャドウとか、はい、アイシャドウのキラキラが今日パープル寄りなんで、うん、皆さんが目ざとく福西の今日のメイクを観察してくれていれば、うん、パープルの気分なんだなってことが分かってくれたんじゃないかなと思ったんですけどね、休日に何したいって言ったのにメイクしたいって言うからさそんな文句を言わないでくださいよ、休日のメイクはまた違うかなと思っちゃう、ちょっと先輩のおじさまからクレームが聞いてたねでも一色だ、一色でいいですね、そうか、いろんなパープルをちょっと、ね、グラデーションっていうのはちょっと、あ、じゃあ1ポイント、ちょっと的を置いていた、はい、1ポイントだ、 0.2 ポイントぐらい、あ、0.2 ポイント、俺はんじゃん10色がちょっと大変かな、うん、どこかに紫あったかもしれないですもんね、まあまあ確かに確かに、うん、10やるならどっかに紫あったから、うんうん、ですごいずるい回答だけど、じゃあ 0.2 だ、 0.2 あれじゃあ狩野さんはでもほら黒と紫って似てるじゃん、あ、じゃあ 0.2 だ、うん、じゃあみんなドローだ、ドローかな、暗闇で見たら同じ色じゃない暗闇で見るんじゃないということで皆さんね、まだまだねちょっとね、あのファッションへのがなんか力が足りないと、すいませんでしたねもっと勉強してきてくださいというわけでですね、このコーナーでは皆さんから我々へのお題をお待ちしております。お便りの宛先は相棒レディオと同じです、概要欄にも記載してありますのでチェックしてください。ゆうさん、福西くん、はい、2週にわたって YouTube 限定パートもお付き合いしていただきありがとうございました。ありがとうございます。またゲストの来た時はよろしくお願いします。お願いします。ここまでのお相手は花垣武道役新勇気と、松野千冬役狩野翔と、佐野万次郎役林優と、竜宮寺健役福西正也でした。